岩安毛カレックス・トゥミドゥーラは、カヤツリグサカスゲ属植物の一つ。コボや、カジョの形態は、タガネソウに似るが、葉は細長い。四国は、愛媛県にのみ生育する固有種である。カジョの先端部分小柄な多年生の草本。地下に長く保匐系を伸ばし、小さな株しか作らず、まばらな群落になる。背丈は、掛けが30から50センチメートルほど。葉は、 家系より長く伸び、幅は2から3ミリメートルほど、ザラつくが質は柔らかい。基部の鞘は赤紫色に染まる。印象としては別属であるがハマスゲをか弱くしたような雰囲気である。家系はザラつかず、長さ15から30センチメートルのうちの先端側、5から15センチメートルの範囲にコボを4から6個つける。コボの基部にあるツとは短いものは仏剣法のようで、 長いものは養生になって、長さは0.3から2トルになる。また一つのツトの基部からコボが3個までつく。コボはどれも、同型の傾向が強く、ほぼ有姿勢で、オバナブが長く、基部には短い柄がある。ただしいただきコボは時に有姿勢となり、長さは0.5から1トル、側コボはいずれも有姿勢で、長さ1から 1.5cm。オバナブの方が長く、 メバナは基部に1から3個つくだけである。オバナリンペンは長楕円型で先端が丸く、縁に細かな毛がある。メバナリンペンはやはり長楕円型で先端が丸く、縁に細かな毛があるが、長さはオバナリンペンより少し長い。下方はメバナリンペンとほぼ同じ長さで、長さ3ト、mm、ル、幅1 5ト、mm、ル、卵形で表面は滑らか。 先端は短い口ばしになり、その先端にある口は中央がくぼんだ形になっている。痩せかは下方に密に包まれ、高等卵型で長さ2ト、mm、ル、幅1ト、mm、ル。中等は3つに分かれており、短くて赤紫色をしている。和名は上受け郡の岩屋山に由来する。日本の固有種であり、しかも四国の愛媛県のみに分布する。 ただし公表されていないものの、他県にも産地があるとのこと。森林の林園や林床に生える。本種は、コボは、有志性でつとには、鞘があり、下方にはほとんど、くちばしがなくて中東は散列する、といった特徴を、タガネソーシーサイディロスティクタなどと共有し、共に、タガネ創セツセクト、サイディロスティクテに含められている。コボを一つの節から複数出すことがあること。 保福形を伸ばし、前年に葉を出した節から家形を伸ばすことなどでも、タガネウと共通し、染色体数が 2n イコール12である点も同じである。現在ではこの類が、スゲ属で最も祖先的なものであると考えられている。他方、この節に含まれる種は、タガネウをはじめ、日本には本種を含めて4種あるが、本種以外は、 スゲ属では珍しく洋服が広い非神経ないし、楕円形の葉を持ち、その中で本種だけは一般のスゲ類のような細長い葉である点で明確に区別できる。もっともこれはむしろ他のスゲ属と区別が全然つかないということにはなるのだが、もともとスゲ属のものは下水がない限りはまず同定できない。環境省のレッドデータブックでは絶滅危惧痛類に指定されている。 現状では2007年時の調査から変化はないとされている。得意で珍奇なものではあるが、それらはすべて学術的な価値であり、何しろ全然人目を引かず、演芸的な干渉価値など全くないので、環境が保たれていれば特に問題はない、というところだと思われる。以下、主として、星のほか、P242 試験である。勝山、P154 大橋ほか編。 P322 星のほか、P242、環境省、P583 星のほか、P242 以下、勝山、P154 星のほか、P243 日本のレッドデータ検索システム2019年6月12日閲覧、環境省、P583。ありがとうございます。